長い陸上競技場。長い陸上競技場は、大阪府大阪市東住吉区の長井公園内に、ある、陸上競技場。球技場としても使用される。施設は、大阪市が所有し、公園内の各施設ともども指定管理者として、一材セレッソ、大阪スポーツクラブ、一材大阪スポーツ緑財団、株式会社、NTT ファシリティーズ、関西ユニベール株式会社、 新興スポーツ株式会社、森田スポーツサービス株式会社、タイムズ24株式会社で構成される、長井公園スポーツの森プロジェクトグループが管理運営を行っている。日本プロサッカーリーグ、J リーグのセレッソ大阪がホームスタジアムとして使用している。2014年からはネーミングライツの導入により、ヤンマースタジアム長井という名称が使用されている。 施設命名権を参照。ヤータ公園、港区内にあった大阪市立運動場の移転新築という形で、1964年に大阪中央競輪場の跡地近くにオープンした。同年には、東京オリンピックサッカーの5位から8位の順位決定戦、通称大阪トーナメントの1回戦、日本対ユーゴスラビア代表と同決勝戦、 ユーゴスラビア対ルーマニアが行われたのを皮切りに、全国高等学校サッカー選手権大会のメイン会場として使用されるど、ウツボ集球場ともども大阪におけるサッカーのメインスタジアムとしても活用された。1992年9月より5年後の第52回国民体育大会、波和や国体向け全面改修工事に着手、この間、陸上競技等は翌年完成した。 長い第二陸上競技場などを使用した。1996年5月に改修工事が、竣行。予定通り翌年の波屋は、国体のメイン会場として使用された。その後 2002FIFA ワールドカップ、2007年世界、陸上競技選手権大会などの国際的、ビッグイベントが開催されている。400メートル9レーンのトラックと107メートル71メートルの、 天然芝フィールドを有する日本陸上競技連盟第一子公認国際陸上競技連盟クラス1公認の陸上競技場研究議場で世界に開かれた国際都市大阪をイメージした以下のデザインコンセプトにより設計された。スタンドは全周一層式でメインスタンド側とバックスタンド側には照明設備と一体化したアーチ状の屋根で覆われている。二面の大型ビジョン。 南側は改築後の1996年設置。北側はもともと改築後は電光掲示だったが、2015年10月の j に、福岡線を最後に改修となり大型ビジョンに転化されたがある。メインスタンド1階には管理事務所とトレーニングセンター、ロッカールームなどが設けられており、3階にはユースホステル、大阪市立長いユースホステルを併設する。 J リーグセレッソ大阪、C 大阪が、当スタジアムを、ホームスタジアムとしている。2007年シーズンまでは、長い第二陸上競技場と、2011年シーズンからは、緊張スタジアムと併用して使用している。2011年以降は、基本的に緊張スタジアムでの開催が主となり、2014年シーズンは、ヤンマースタジアムを、主に使用。 J1 復帰後の2017年以降は2カ所ほぼ半数ずつを開催、2020年完成を目指す緊張スタジアムの大規模改修完了後は、本拠地を緊張スタジアムに完全移行する方針で、あるとの報道がある。c o 大阪のホームゲーム開催数は、セレッソ大阪の年度別成績一覧、年度別入場者数を参照のこと。なお J リーグクラブライセンス制度。 2014年度では、トイレの規定、1000人あたりで、用便器5台、男性用小便器8台以上を持つことを B 等級として求めているが、それが不足しており、J リーグより J1 ライセンス取得と同時に制裁、指導、書類による改善案の提出を受けている。大阪市は、新たな財源確保とスポーツ振興、市民サービスの向上及び、 地域経済の活性化を目的として、長井陸上競技場を含む長井公園、八幡屋公園、宇都保公園の5施設について、2013年、平成25年11月から翌年1月までの間にネーミングライツパートナー、施設名名権者を募集。このうち長井公園の2施設については、ディーゼルエンジン、産業機械の製造販売を手が、 セレッソ大阪の母体企業でもあるヤンマーがに、施設合計年間1億円、税別でのネーミングライツ料を提案し、優先交渉計を獲得。その後の大阪市との交渉の結果、2014年3月1日から5年間の契約で、長い陸上競技場については、ヤンマースタジアム長い、長い第二陸上競技場については、ヤンマーフィールド長いの施設愛をそれぞれ付与することが決まった。 命名権そのものは2014年3月1日の J1 開幕説サンフレッチェ広島戦から使用されたがヤンマースタジアム長居としてのコケラ落としは同年4月12日の7節ガンバ大阪戦大阪ダービーとされた。なお、命名権採用後は上記の名称を使うが FIFA 国際サッカー連盟主催サッカー国際試合 IAAF 国際陸上競技連盟主催陸上競技、国際大会等、主催団体の規定により命名権名称ではなく、長い陸上競技場の故障を用いている大会もある。この場合、長い公園全域が主催団体による制限区域となるため、長い陸上競技場だけでなく、長い第二陸上競技場においても正式名称に戻される。上述の通り、 当地の前身は、大阪市営中央競輪場、通称、大阪中央競輪場である。現在の長井公園の地に、1948年、大阪府及び大阪市などの不死も市町村が、大阪府都市競馬組合を結成し、大阪競馬場、通称、長井競馬場を開設したが、大阪市は、同年12月に開始された大阪府主催の、大阪府営競輪場、 通称、大阪住の江競輪場での競輪開催が予想以上の好成績を収めたことで、その影響を受け、1950年3月20日、一周500メートル、収容人員5万5千人、うち特別席600人、観客席2万5千人の競輪場を同競馬場の隣に竣工した。また、後楽園競輪場と共に、12車立てのレース、 通常は旧車だても実施した。主催者は大阪市、伏瀬市、現在の東大阪市の一部、ついた市であった。ちなみに、大阪市は、現在の長井公園に1951年11月、大阪競馬場を利用して、市営の長井オートレース場も開設したが、爆音にかかる周辺環境問題や経営不振を理由に、わずか5ヶ月で廃止した、詳細は、 当該項目を参照。会を重ねるごとに好成績を収め、一開催での収益金は5、0円以上に上るなど、売り上げは関西随一を誇るようになった。立地の良さもあり、車検売上額と入場者は西日本一となり、減損していれば、後楽園、球場に匹敵するものとも言われた。そうして、大阪で開催される。 特別競輪は当競輪場で集中して開催されるようになり、全国総派競輪、現在の日本選手権競輪を3回、オールスター総派競輪、現在のオールスター競輪を2回開催した。1955年1月10日に、当時の農林大臣、河野一郎が提案した競馬開催を土日祝日開催に限るという提案を受けて、当時の通産大臣、 石橋丹山が、競輪、オートレースについても同調すると表したのを契機に、近畿地区の競輪場でも、土日に限って開催可能かを協議していたところ、2月22日に、当時の大阪府知事、赤間文造が、同年4月1日以降の大阪府営競馬、競輪の廃止を突如表明し、これは、平日開催によって年間1億2000万円の黒字を上げていた競輪と、 若干の赤字を出していた競馬が土日開催に限られることで売り上げが半減する可能性があるとの試算に基づいたものとされ大阪市や周辺都市はのきなみ反対したものの結局同年に豊中競輪場が廃止されたさらに1959年に赤字続きだった大阪競馬場が廃止され東競輪場も廃止して跡地を公園として整備したいと石川の意向を受け 1962年3月16日から6日間、開催された、開設記念、大阪府内競輪500回記念全国、選抜オール A 級総派競輪、主催は、布施市を最後に廃止された。なお、この最後の開催だけで、売上高4億7、0円、入場者10万1400名、1日売上高1億1、500万円を記録した。 12年間の経輪収益金は、大阪市22億4、300万円、伏瀬市6億2、0円、水田市3億8、0円であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。